と淳一さんナイス派です。良きさん死んだ魚の目をしているデブさんこんばんはこんばんは殺す。えー、これから AI とかメタバースの仮想現実の世界観をどう感じますか。これからどのように生きていけばいいでしょうか。でも別に昔からオンラインゲームで楽しんでやってますとかオンラインゲームでの知り合いと結婚しましたって人がいるから、うん、メタバースとか関係なく普通にあるんじゃないのって気がするけど。 例えば、フォートナイトの中で、ライブが見れますとか、動画が見れますとか、その、一つのアプリの中で、いろいろ、その一つの、なんか、仮想空間の中で、いろいろできますっていうパターンで、なので、その、この中でも仕事ができるし、この中でもメール見てやり取りできるしみたいな、なんか、いろいろ便利だから、もうずっとこのアプリだけ使えばいいよねっていうのが成立するかどうかの違いな気がするんだよね。結局、だから、スペックによっちゃうんだよね。 ヒゲさんのさクソポンコツ PC とかだったらさそんないろんなのできねえじゃん 3D のグラフィックをリアルタイムに 120p で表示をしながらじゃあ YouTube を見るっていうのが成立する PC 環境を持ってる人ってそんないないと思うんだよねいいなねそもそもだってそのさデータ使える家庭環境ほぼないでしょみんなだからまあホんトゲーム大好きですとかプレステ5持ってますって人だったらまあ多分なると思うんだけど ごく一部の人だから無理,無理無理無理、うん、だってさ 4K の配信をさじゃあ見れる環境の人がどれだけいるの今この瞬間にって話じゃん、うんまあ、4K テレビが家にあればそこに何とかただ 4K のデータを受け取れるそうそうなん、ね、光ファイバーじゃな,くてダメなんだよ、ね、そうでどのぐらいの方が使われてらっしゃるうちは、うん、まあ光だけど 映像を流すだけならいいけど、それがリアルタイムに動くとかになるとレンダリングしなきゃいけないからね、スペックどうすんのって話で、るだけ今、たるんだけどね今多分見てる皆さんは、割とまた恵まれたネット環境とか、な人たちの集合体だと思うから、多分ここじゃない人たちが、さて、どうするって話かなとは思多数派にまで行くかっていうと、厳しいと思うんだよね。